五個。五個は、中国の三から四世紀に、北方や西方から中国に移住した、京都、千碧、欠、平、京の五つの悲観民族、少数民族を指す。これらの部族が、五個十六国時代に次々と、中国北部を中心に国家を建てた新代頃から、使われ始めた。五個十六国時代に国を建てた少数民族はこの五つ。 以外にもおり、五という数字に実数の意味はない。五個が、強度、千筆、鉄、兵、強を指すことが一般化したのは十三世紀頃である可能性が高い。また、この五つの民族のみでなく三から四世紀頃に移住した少数民族の総称として使用されることも、ある。関内までの中国は、 農民が城内に住んで農耕をしていたのに対して、主に五官台から中国に移住した郷土などの遊牧民族は集落を作って放牧あるいは反応、反牧の生活をして独自の天使や禅雨の耕を衰退していた。しかし集団を保っているとはいえ、中国に親族しているので戦闘力として頻繁に使われた。信代には異民族を境外に移住される論争。 シエビス論もあったが、八王の乱が起きると将が異民族を利用して、権力を争い、中国北部を中心に国家を建てた五校をはじめとする、異民族王朝の台頭のきっかけとなった。新官帝国と対峙した、北方遊牧民族である郷土は、漢の武帝の政党等によって、次第に国力が衰微すると、五官大に分裂し、清掃したものを、北、郷土、古官や前武。 実畜王の統制下で、河北に移住したもが、南郷土と呼ばれる。五漢や三国隆の抑圧を受けながら、南郷土は、漢民族と混在して、農耕を受け入れ、低重化し、人口も精神時代には100万を超えていた。304年に、南、郷土の龍縁が漢王を称して、精神から独立し、龍縁が建てた、漢、前朝は、精神を滅ぼして、 五個十六国時代の幕を開けた。同じく五個十六国時代に、407年に、南、郷土の末裔を名乗る郷土鉄仏部の赤蓮没没が、夏を建国した。ケツは、元来は郷土に複属していた、北西部の遊牧民であり、政治、文化的に、郷土の影響を受けていた。月史、皇居類園のトカラ系民族、東依頼系など諸説あり、 その特徴は、目がくぼみ鼻が高く髭の濃い顔立ちであったという、記録があることから、正方形の種族中心の根欠であると推測される。血族は、赤録の統制下で、前蝶を滅ぼして、下北の大部分を征服した後蝶を建てた。後蝶が衰退すると、349年に、漢人の武将全便が血族を大量に殺し、 その後、血族はほぼ歴史から姿を消した。戦費は、モンゴル系民族であるとされ、北東部で、反北反応の生活をしていた民族であるが、強度が衰退した、五感第二、モンゴル高原に羽を唱えていた。百八十年頃には、断石炎獣の統制下で前世紀を迎え、領土を拡大して、五漢政府を苦しめた。断石炎獣の死後、戦費は分裂して、 五冠や三国高氏に改従された。その後も、統一勢力が出ることはなく、両政に、右門部、段部、母陽部、陰山北部に、卓抜部、さらに西部の小部族が、河政や老政に点在した。母陽部は、母陽が両政に勢力を築き、それを継承した母陽が、前、燕を立てた。前園は、帝族、皇術の前身に滅ぼされたが、 全身が衰退するとその後継国家として後ンや西燕、16国に含まれないが建てられた。南円は後ンから独立した国家である。いずれも母園から散脱した北園の創建者の母用雲は航空基準である。南領や西新などの国家は西方に点在していた西部戦備によって建てられた。卓伐部は母用部よりも遅れて、 中国化したが、北方に大国を建て、大国は国を義に変えて、北義として河北を統一して、五十六国時代を終わらせた。南部や右門部は母葉部に滅ぼされるが、南北朝時代には右門部の子孫が北州を建てた。帝族は、チベット系遊牧民族で西部の甘粛省、潜政省、四川省に居住していたが、前漢時代には農耕に移行し始めていた。 古官は暗部政策を使ったため、関係は安定していた。しかし三国時代になると、政党や強制移住をされ、冠中や天水に流入した。また、義と職の両政権に組み込まれた。帝族の不幸は後長に従っていたが、後町の混乱に乗じて独立して、前進を立てた。前進は三代目の府県の時代に最盛期を迎え、拡大して、 河北を統一した。その際、西域の平定に向かわせた同じく帝族の旅行が、翡翠の戦いでの前身の大敗を聞くと、独自の国を立てて功労とした。共族は、帝族と共に最も古く見える部族の一つであり、同じく、チベット系で西部の甘粛省、潜政省、四川省に居住していた。前漢時代には分散と連合を繰り返しながら、 強度と連携していた。五冠に服属すると、下北各地に点在したが、五冠末に濃厚化も進み、人口が増えると、たびたび反乱して、五冠にとって脅威となった。三国時代の政権には、それぞれの国家に戦闘力として利用された。全身の瓦解後、郷族の幼鳥が独立して後心を立て、二代目の幼鳥の第二最盛期を迎えて、下北の西部を従えた。 丁霊は、モンゴル高原北地を古地とする、トルコ系の遊牧民族である。戦費が断石援助の死後に勢いを失うと難化して、三国時代には戦闘力と使われるなど、中国内地に部分的に住んでいた。基本的に、丁霊の敵史は、下北の国に服属していたが、五縁から独立して、敵に、十六国に含まれないよう立てた。年に、戦に、 生官を建てた李徳は、帝族系の共栄族で、精神時代には、祖父のリトラが四川に勢力を築いていた。397年に、北領を建てた、祖教、毛村の出身のロ衰スイコは、郷土や月史などその起源に諸説あるが、政治、文化的に郷土の影響を受けていた。高栗は、全館の農耕社会の影響を受けて、五漢末に滑挙した。 両党高村氏の影響で勢力を伸ばしたが、三国隆によって首都が陥落されて以後族民の一部が内地に移住して、精神にも服属していた。五後十六国時代の河北政権にも服属し、前縁や後縁と、たびたび派遣を争った。北縁の創建者の母翼も、高雲は、前燕に敗れた際に移住した、高栗の王族である。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。